マサダイです。というわけでね、今回の V ジャンにですね、なんと神のカードが付録でついてくるということで、買ってきましたよ。ちなみに今回の神はですね、オシリス。そうです、あの赤い蛇みたいなやつ。ちなみにオシリスの天空竜なんですけど、僕がね、まだね、現役だった頃にですね、なんと V ジャンで付録になったことがあるんですね。神のカードがね、公式デュエルで使えるのがね、確か初めてだったんですよ。なんでね、買ったんですけど、時を超えて、今またかっていうのがちょっと僕の中にあります。それでは早速開けたいと思います。今回はですね、2冊買ってきました。まあ、オシリスありすぎてもね、困るんでね、今回は2枚です。今ね、これ入れるとね、合計4枚のオシリスのカードを持ってます。で、しかも使えないカードを入れると、5枚です。それでは早速開けたいと思います。いでよ、オシリスの天空竜ペペッ、ペルペレペ、ペペッ、ペルペレペ、ペペ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 ペキラじゃない。まあ確かにパラレルレアっていう感じではあるんだけど、柄自体は光ってないね。光ってると思ったんですけどね、あの前回のチョコマジシャンガールとちょっとなんか同じような感じですね。最近の付録はこんな感じなのかな。もうウルトラレアとかやらなくなったのかね。というわけでオシリスのカード2枚ゲット、あざーす。バイブジャンプ7月号は絶賛発売中です。付録にオシリスの天空竜がついていきます。初代遊戯王世代の方はぜひ手に入れてみてください。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。